シーザーの非道な姿を兵士たちに知らせ、彼らを救おうとする茶ひげ。だがシーザーは彼の言葉を奪ってもてあそび、真実を巧妙に隠してしまう。勝利の高笑いを上げるその姿に、ルフィの怒りはついに頂点に達する。次回ワンピース茶ひげ悲痛、ルフィ怒りの一撃、海賊王に俺はなる。